皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、聖剣伝説3実況プレイのパート30ですね。やっていきましょう。よろしくお願いします。真珠狩り第3弾。シャーロット・アラブリ第3弾。次は、土の真珠を探して進んでいこうということなんだけど。土の子だな。よし。どうぞ、ここ。自分が降りたところがよくわからない。ちょっともう一回。レッツ、土の子。だいたい今、地区にいると思うんだけどな。全然違くないですか？もうちょっと腰か。この辺か。どうす。大丈夫。いいね。ずれるな、これ。ちょっと待って。待って、幼稚やめろよ。土ってことは、外して巻き上げればいいかな。待て、こうしたら殴ったと倒せるぞ。どう？殴らせて。ちょっと今、シャルロットの巻きがあるぞ。完全通りは。俺がなければ次のヒップアップにも行けない。さあ。進む道が合ってるかどうかも怪しくなってきたな。高原のそばだったと思うんだけどな。待って。さすがにこの人で落としたやつはもう、あ、こういう人が いるってことは、目的の。うわ、指が同じ秒。こんなのいたっけ。なんか今、マザーの音を思い出すね。そうだね。歌詞違うけど。毒。毒だよね。この毒痛いぞ。死ぬ死ぬ。あ、ここ地属性。でも多分こっちの方が入ってると思ったけどね、今。あ、そう？パッと見、うん。でももう一回見てみる。スライムプリンス。スライムプリンスは火っぽい。ごめん、俺シャルロットになった。おっと、戻った。オッケー、戻った。オッケー。とりあえず回復しよう。ここ敵急に強いぞ。やっぱ入る面間違えたさ。さて、とりあえず道なりに。
チドラゴン。とりあえず、うん。一体ずつやる。スライムなの毒嫌だ。あれねぞこいつ。めっちゃ可愛い。弾ける笑顔。なんか愛のポケモンで出そう。え？愛のポケモンで出そうじゃん。弾ける笑顔。プリキュアのあれにあり。名乗りね。こいつは何が弱点なのかな。ドラゴンは弱点ないっぽい。じゃあの反対火力。待ってコカトリス。コカトリスっつったら。ん？コカトリス水か。ミドリオン。忙しいな。忙しいな。コカトリスはあれだよね。羽化するやつ。羽化ってかの、うん、成長するやつだよ。そう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 。おいおいおい、なんでこんなシビアなんだ。OK。 平均値383。こいつは、こいつは多分火星。モグラは79。魔法防御低いか。扇風剣。扇風剣？ポン。回復しとこう。なんかおった。ちょいちょい、もう待ちよ。一撃で締められるか。一撃だったか、それとも俺のワンパンが入ったからちょっと削れたのか微妙だと。どうだね。うん、一撃じゃない。だったらもうアウトなんだ。うん、間に合わないでしょ。逃げてもらってめちゃくちゃ入ってるからね、一回。フリップ、まがいものね。大きく振りかぶってー。ピッチャー投げました。振りかぶったー。へい。こいつそんな HP 高さないぞ。ほら成長するから。早めにね。宝箱。ええね。ボスよりやばいやついる。やばいやついる。こいつ。たまにあるよね。あのスライムがやたら強いけど。あるよね。ドラクエはほぼないとして。確かに。むしろスライム弱いのって意外とドラクエくらいなんじゃない？かもね。例えばロマンシングサガのスライムとか超強いぞ。物理解除全然入らないんだよね。俺さ、FF でスライムってピンとこないんだけど。いるってばいるっていうか、なんかプリン系っていうのがいるね。あ、プリンか。そっか。やっぱ RPG 作ってる王道なところがスライムになる。うん。でもまあ FF のプリン系は、あれはあれで、魔法じゃないとダメージあんま入んないから、めんどくさいけどね。FF のモンスターでいっぱい嫌いな。ボルボルかと思ったら、あいつかもしれない。どいつ？ボム、ボムだっけ？ああ。一番嫌いかもしれない。爆発しなかったっけ？するする、自爆する。結構食らうじゃん。うん。あれ嫌なのよ。結構やらしいモンスターあるからね、あれね、FF は。
あ、だから。お、ルーレットなし。じゃあ、チョコを。いただきます。なんでチョコ食ってそんな喜んでんの？子供か。美味しいじゃん、チョコ。チョコって言えば俺みたいなところかな。な。懐かしいなぁ。高校の時にお前が学校入る直前でコンビニで買ったパフェ落として、あ、俺のパフェがーって投げてたマシン。懐かしすぎて本人が忘れてるからね。ガチだったものあれ。あ、俺のパフェ。あったあった。ちょっと思い出したっけ、悲しくなってきた。しかもあとここ離れて一体ちゃっかり成長してるし、やっぱじゃあ衝撃、うん、鍋さんやってそこに、そこで水やんないと、でこれ成長すると水弱点じゃなくなるでしょ。そう、弱点がね、あ、変わる、成長してる、この野郎。電池に変えてくるから OK。 ここ結構あれだね、消耗激しいな。え、意外と意外と気づけばいい。うん、おっと、これは2体いる。で、俺はセイバーで応戦。なんかシャルロッテがすんげえ拳振り上げてるみたいね。めっちゃアッパー、めっちゃアッパー。例えばさ、アニメの先が崩壊で何気にあれだよね、指の本数おかしいこと多いよね。ああ、そうそう、6本とか。そう、プリキュアでもあったしね。プリキュアの一番の先が崩壊ってもやっぱ簡単ルビですね。え、簡単ルビです、ね、うーん。簡単ルビですとあれ有名だよね、イエスプリキュア5の。もう子供向けアニメでそういう先が崩壊やめてあげてって俺は思う。本気にしてないじゃない。まあ気にはしないだろうけど、むしろ最近だってぶちゃくちゃ出ねえよ。まあね、ドラゴンボールスーパーも一応頑張ったから後半は。ああ、でドラゴンボールスーパーってほんとひどかなかった。ひどかったよ。俺は見てないんだけどさ、うん、友達が見ててちょっと見させてもらって、えって思う。最初の方と最新の方とで作画のレベルが断然違うからね。ねえ、であれでしょ、ブルーレイでちゃっかり直すんでしょ。あ、直してんのあれ。うん、あ、じゃあまだマシな方じゃん。どういうやつなんて直さないじゃん。うん、ってやっぱしっかりですよね。うん、でもそんなに切羽詰まってさ、うん、出るんだったらもうちょっと余裕持って作ってくる。アニメの放送が始まる頃にはもう半分ぐらい話を作ってますよみたいな。そう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 、だからむしろ自分そういうもんだと思ってたのよ。うん、結構カツカツなのよね。カツカツなんだよね。お金もかかるしね。切実なのは分かってんだけどね。なんで俺らのゲーム実況しながらよくわかんない話会話ばかりするんだろう。これがもうダンデラインスタジオのお約束になってきたよ。脱線がすごいから。そう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 、いつの間にか結構ゲーム進んでってたのね。雑談実況になりかけてるよね。そう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 。危ない、ミスター、ミスター、危ない。貴重品、まあいくらでも買えるけどさ。なんかこの真珠狩りしてる時にだからレベル30、40ぐらいまではいきそうだね。うん、ワンダンジョンで1上がってる。うん、おっと
OK。ルイファンとしては嬉しいんだけどさ。うん。最近ゲームってやっぱリメイク多いよね。多いね。なかなかこう新しい何かに新しい世界を見せてくれないね。ね。新しすぎても困惑するだけなんだけどさ、確かに。うん。スライム。いるいる。ちゃっかりいる。映画もリメイク多いじゃん。そうだね。あ、なんなんだろう。リメイクにしか頼らなくなってるよ。リメイクじゃなくても昔やったのをね、やたらもう。うん、なんかリマスターつうかさ、あの俳優とかのキャスト書いてでしょ。あともう終わったのに無理やり続く。うん。でも楽しいからいいんだよ。ものによっては本当あの時感動したのは何だったのっていう時もあるよね。それ最近一番痛感したのデジモンだけど。ああ、はは。ついに信者の俺がフォローできなくなってしまうっていう。映画あるたびちょっと仙台まで行くんです。見に。なるほど。その行動力。それで一緒に見に行った人にね、うん、俺が謝って、俺こんなんじゃデジモン人に勧められないわっつってひどかったよ。ほら、ナベさん初代は見てたでしょ。一応ね。なんであの後ああなったっていうね。あれでしょ、なんかちょこちょこ DVD 出てるやつでしょ。そう。あれは一応一巻だけ見たんだけどね。二巻目以降は出てないんだ。まずベッキーに行こうね。デースが変わっちゃってるし。そこら辺はいいんだよ、俺。うん。デースはほら、疎いじゃん。うん。疎いっていうか、まあ、無知なレベルだからさ。そんなに俺は、さてさて、何が面白いってやっぱ結構それが好きでそっちを実況してる人とかやっぱいるのよ。うん。それちょっと言葉を濁す。手放しで面白いって言ってる人がいる。もっと。もうだけど、昔の作品出すならさ、頑張ろうよ。そこな、なんていうかね、ちゃんと良作として、あと、新シリーズをね、展開してくれてるものももちろんあるんだけどね。天剣のさ、ビータママじっとしてるの？え？やってない。あれはどうなの？聖剣のビータ版っていうと1なのかな。これ1だっけ。なんかでもこの間出てたよね。確かなんだっけな、あれもメイクでしょかな。マスターではないでしょ。まあ今聖剣シリーズ新しく出てきてないからね。そろそろ俺もレベル上がるな。あ、俺だってごめん、見てない。何してんだろうと思って、何使うそれなんだろうってちょっと見てたのに。あれこいつ硬くね、こんな硬かったっけこいつ。うん、
こんなもんよ。俺の分が全然入ってない。死んだ。あと1体ぐらい倒して多分ダメさレベルアップ。そうだね。スライム。あ、やべ、ミスった。ミスった、ドラゴンにやっちゃった。ここ結構ダンジョン長いというか敵が手強い。うん、進みづらくなってきた。まあでもスライムさえやっつければ結構苦戦はしないけどね。うん、一箇所攻略するために敵のレベルがガンと上がってるからね。うん、よっしゃ、力が上げられないだぞ。じゃあ体力クルミはもう半分、あの、アンジュの食べ物とかしております。ごめん、使わないわ。オッケーオッケー。僕の読みだと、そろそろ、あの、女神像が、うん、そろそろね、位置的にいいと思うんだけどね。ダメだ。ライムはほっとくね。これはあかん、ほっとまあ、ボス戦でクルミ使うほどの賞金にあんまなってないから、とりあえず、まあ、ここはね、うん、まあ、大丈夫だろう。おっ、精神感が持ってこ、上に。えい、まあ、うん、さっきの続きリメイクが多いなとか、うん、まあ、リメイクっていうか、まずそもそも映像がすごいじゃないですか今のゲーム。うん、なんでやっぱこういう昔のゲームが面白いのね結局のところそこなんだよね。のゲームダメっていう人にもやってほしい。そう、あの、この頃のゲームに一体何の文句があるのかっていう、そういうくらいだよ。絶対ね、だって 俺今のファイナルファンタジー2やってるもんね。うん、面白いもの。外れがないよね、あんまり。それなんだよね。あの、なんだろう、外れるにしても、うん、クソゲーと呼ばれる部類になる、なりかねないとしても、もうそもそもそれを狙ってやってるじゃん。うん、だ。だから逆に気持ちがいいっていうかさ、死んだ。よいしょ。今のゲーム、面白いのはすごい面白いんだけどね。極端、あの、そうそうそう、極端。なんだろう、万人受けに面白いっていうゲームはね、正直そんなにないと思った。うん、今の面白いってやっぱグラフィックありきの面白い。うん、まあ、そもそもね、これはもう誰しもが面白いって絶対言わせるっていうのは難しいことなんだけど、うん、なんだろう、層を絞ってる感じはね、否めないかなっていうふうにも思えなくもない。何がってやっぱこの時代のゲームって言うんだよ。そう。うん、今ドラゴンだよね。毒来るぞ、毒。最初ミスった。アメさん、そのスライムをどうにかしてくれ。一発でいいから。焼き払え。
ここに来てクルミ一気に消費してんな。うん。まだいるな。早い。いや、違うの。ダッシュしようとして、ダッシュしようと思って B ボタン押したら、敵が入ってきて、扇風機出ちゃったの。なるほどね。まだいっぱいいたー！もったいな。ね、俺の根気が入らないってなんかあんまりないね。単に強いわけじゃないけど、うん、厄介だ。おおありがたい。やっとか。じゃあ結構いい時間させちゃったんで一旦一区切りにしたいと思います。おいっす。連戦にはならなかったけども、ねやっぱね、敵が強くなってきました。はい。じゃあまた次回も引き続き、真珠狩り続けていきたいと思います。はい。はい。ではでは、聖剣伝説3実況プレイパート30、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるな。よいしょ。